寺原隼人は、宮崎県宮崎市出身の元プロ野球選手、コーチ、宇藤右内。1983年10月9日に、宮崎市で生まれた。職場で野球をやっていた父や6歳上の兄の影響で、宮崎市立本郷小学校3年生の時に、軟式野球のワールドボーイに入団して、 野球を始めて、小学校5年生になると6年生を押しのけて、エースとなった。宮崎市立赤江東中学校では、軟式野球部に入り、1年目は、請球難を克服するため下半身を鍛え、2年秋には、宮崎県大会決勝戦で、完封勝利を果たした。3年夏には4番エースとして、県大会で優勝し、九州大会でも2位となって、 宮崎県勢15年ぶりの全国大会に出場となったが、初戦で東海代表の長泉北中に敗れた。日南学園高等学校では入学時に急速時速1 3 5キロメートルを超えていた。1年春の九州大会では、大京保高等学校戦で中継ぎ当板したが2回3失点のデビューだった。 甲子園を目指すため小川茂人氏監督の下で、アーム式の東方から肘を上げるフォームへの変更に取り組んだ。2年夏には、最速時速 140km 台となったが、夏の県大会では準決勝で、宮崎日大に敗れて、敗退、2年秋の県大会は優勝し、九州大会では、最速時速 147km を記録したが、準々決勝で、 神崎に1対4で敗れた。この頃急激な成長に保守が追いつけず、バッテリーエラーを繰り返していた。2001年、3年春から、補給の上手い中原幸宏保守に変更し、春の県大会では準決勝の対、延岡学園戦で、後の同僚、上内康と投げ合い急速時速 153km を記録した。 決勝戦はにあんなに抑えながらも1対2で宮崎日大に敗れた。6月にサンマリンスタジアム宮崎で行われた市立船橋との練習試合で当時の高校生最高級速となる時速 155km を記録した。3年夏の県大会の3回戦では新たに覚えた時速 120km 後半の高速カーブを交えて15奪三振で ノーヒットノーランを達成した。決勝戦では9回3失点の関東勝利で、宮崎日大を破って3年ぶり3度目の甲子園出場に導いた。同級生の井出翔太郎も3番打者で、同大会7打点と寺原を支えた。8月7日に、右手中指の人体炎症がで練習を中断していたが、第83回全国高等学校野球選手権。 大会は8月11日の4日1校との1回戦では、先発して8回を1失点に抑え、ニューヨークメッツスカウトのスピードガンで初級に、時速 153km、22球目に時速 155km を計測したが、テレビ中継画面の表示は、甲子園大記録の時速 151km だった。 8月16日の岡山県立玉の光南高等学校との2回戦では前夜に発熱していたものの同点の5回裏から登板し2イニング目の6回にアトランタブレーブススカウトのスピードガンで98マイルパーアワーを計測テレビ中継では時速154キロメートルと表示され当時の甲子園記録を塗り替え6イニングを3失点に まとめて延長戦で勝利した。8月17日に大阪市内の病院で点滴を受けブルペン待機となったが、チームは20安打15得点の完封リレーで3回戦を突破した。8月19日に行われた準々決勝の対横浜高校戦では最速時速 150km は出たものの、2回以降の直球の約8割が、 時速 130km 台と苦しみ、同点で迎えた9回に3死球で満塁としたところで決勝打を浴びて敗れ、ベスト8に終わった。翌日8月20日に大阪市内の病院で検査の結果、右足内転筋の肉離れと診断され、AAA アジア野球選手権大会日本高校、選抜を辞退した。 台湾で行われた第34回アイブフワールドカップに日本代表として出場した。プロアマ合同の同大会で高校生が日本代表として選出されたのは史上初であった。11月7日、第1戦のタイフィリピン戦では15点リードの5回から2番手で登板して2イニングを無失点4奪三振に抑えた。 11月13日に下痢と発熱で体調を崩したが、11月14日、第7戦の対オランダ戦では8回3点リードから2番手で登板し、8回はダークファンクルースターの打球が右足首を直撃しながらも無失点で抑え、9回にライリー・レヒトに2点タイムリーダーを浴びたが後続を断ってセーブを記録し、チームは予選リーグ全勝で終えた。 プロ野球ドラフト会議のため3位決定戦を前に帰国した。11月19日に行われた2001年のドラフト会議で4球団から1位指名を受けるが抽選の末3番目に引いた王貞治が率いる大江が交渉権を獲得した。なお、これまで王が4度引いたドラフトのくじで初めて交渉権を獲得した選手となった。 11月20日の指名挨拶には、王と中内正志オーナーが訪れ、11月27日に、大英への入団を表明した。12月4日に、井で、新内らと共に入団会見を行い、背番号は20に決まった。12月5日のメディカルチェックでは、右肩の可動域の狭さを指摘された。2002年、高知県での春季キャンプは、テラハラフィーバーで、 集客数を伸ばし、10万9850人と、球団史上過去最高の集客数だった。2月16日のシート打撃では、島田誠守備総類コーチに県政時の癖を、見破られて3盗塁を許した。数日風による発熱で離脱したが、紅白戦で無失点と結果を残し、一軍のままキャンプを終えた。オープン戦は、 巨人戦登版と予告されると、チケットが球団史上最速の1時間30分で、完売した。しかしあまり結果が出ず、投球フォームなどにも課題があり、開幕は2軍で迎えた。また、3月のオープン戦期間中に、岡本活動、長井智博に連れられ、キャバクラで飲酒し球団から厳重注意処分を受けた。4月16日に1軍選手登録されて、 同日の対日本ハムファイターズ戦で先発して、プロ初登板を果たした。3回に、井出達也に先制ソロ本塁打を浴び、6回に、逆転したその裏に捕まり5回0、3を投げ4失点のデビューだった。4月28日の対オリックスブルーウェーブ戦で、本拠地、福岡ドーム初先発を果たすと、4回までパーフェクトの6イニング、3アンダム失点。 7脱三振の高頭でプロ初勝利を挙げた。5月12日の対千葉ロッテマリーンズ戦では6番手として9回7点ビハインドから初のリリーフ登板だったが1イニングを3人で抑えた。5月15日には台北市立安野防球場での海外公式戦でも4番手で2イニングを無失点に抑えた。5月29日にはプロ入り前から比較された西ブライオンズ。 松坂大輔との初対決も制して3勝目を挙げた。しかし続く6月6日の対オリックス戦で2回1、3の最短攻を喫し、6月11日の試合前、練習で左太もも裏に違和感を覚えて6月13日に登録抹消。7月30日に再昇格すると負ければ借金突入という同日の対オリックス戦で試合を作って、 チームの連敗を止めた。これまでは、城島健治とバッテリーを組んでいたが、同試合では、田口正則が先発マスクをかぶった。8月2日の投球練習中に右内転筋を痛めて8月4日に抹消されたが、9月27日に再昇格して、以降はリリーフとなった。9月29日の対西部戦では7回同点の、 場面から4イニングを無失点に抑えて、初の救援勝利、サヨナラ勝利で5勝目を挙げた。10月2日の対オリックス戦では4回2点リード、1死1塁から3イニングを無失点で切り抜けて6勝目を挙げ、これは、ドラフト制導入後の1984年、南海ホークス加藤新一がマークした、高卒新人最多勝利を塗り替えて、球団新記録となった。 10月6日の対チバロッテ戦、秋山康二の引退試合で7回5点リードから、登板して3イニングを1失点にまとめて、プロ初セーブを記録した。1年目は、先発7試合で4勝2敗、防御率4.28、9S 率57.1%、中継ぎ7試合では2勝0敗 1S、防御率2.04、ホイップ1.13だった。 10月9日のメディカルチェックで右肩炎症が発覚して秋期キャンプの11月2日まで投球を控え11月10日のパリーグオールスター東西対抗で西軍の先発として実戦復帰した2003年春季キャンプからオープン戦まで投球フォームが固まらずに出遅れたが4月2日に一軍へ昇格して開幕6枚目の先発として 同日の対大阪近鉄バファローズ戦に先発して7回途中、2失点の高頭で、開幕後連勝していた近鉄に勝利した。4月18日の対近鉄戦では9回を4安打、2失点に抑えて、プロ初関東勝利を果たし、これで1977年何回以来、大英としては、初となるチーム4試合連続関東勝利を、達成した。 6月15日の第近鉄戦で先発したが、右肩違和感により5回1失点で降板、開幕から10試合で無傷の先発6連勝を記録したものの、翌日6月16日に福岡市内の病院で右肩関節炎と診断され、6月17日に登録を抹消された。7月11日に再昇格して7月23日の 対日本ハム戦で先発したが4回途中で越され、2年間の本拠地、福岡ドーム不敗神話が崩れた。8月1日の対オリックス戦ではチームが29得点を上げて、得点、得点差ともに、パリーグ新記録を打ち立てた。この試合で、寺原は8回25点リードから2番手で、登板して9回に、代打、添江島幸福としに、タイムリーダーを浴びて、 唯一の失点を許した。先発3連敗を起死していたが8月22日の対千葉ロッテ戦では請求に苦しみながらも自己最多となる7勝目を挙げた。8月29日の対千葉ロッテ戦で先発したが1回、1、3で4失点と最短個を更新し、転倒していた2度目の優勝マジックを消滅させた。 続く9月7日の対西部戦では9回4点ビハインドの場面から登板した直後に5連打3失点を喫して1死も取れずに降板させられ翌日9月8日に2軍へ降格した2軍で結果を出して9月28日の対近鉄戦で登板したがまたも2回と中古でレギュラーシーズンを終えた日本シリーズではベンチ入りしたものの登板はなかったがオフには 日本代表との走行試合や台湾選抜との親善試合に登板した。また、同年8月に、米国で公開されたアメリカ警察特殊部隊を題材とした映画、スワットになぞらえて、球団広報により、斎藤和美、和田武史、荒垣渚寺原の若手4投手のローマ字頭文字を取って、スワットというグループが結成されて、グッズが販売された。 オフの12月8日に、高校の1年後輩の女性と入籍した。2004年、教育リーグの最終テストで、開幕先発ローテーション枠には入ったものの、開幕5戦目となる3月31日の対、西部戦で、初回、2回と満塁のピンチを作ったため、王監督により、自己アーストタイの1回1、3で降板させられ、翌日4月1日に2軍降格し、 以降2軍のローテーションへ入った。7月19日にようやく1軍に昇格して7月24日の試合で8回3点ビハインドから2回を無失点に抑えたが、以後の中継ぎ番板4試合で4試合連続ホームランを浴び、先発の機会を得る前に8月11日に二軍降格となりそのままシーズンを終えた。二軍では、 ウエスタンリーグ2位の防御率1位の奪三振数を記録した。2軍先発15試合で5勝5敗、防御率2.84、中継ぎ4試合で0勝2敗、防御率9.00だった。周期キャンプは B 組となり杉本昭二軍投手コーチの下でフォーム固めに取り組んだ。2005年春季キャンプでは小花隆夫投手コーチの下で、 テイクバックで昨年よりも肘を上げるフォームへ改造した。ロッテジャイアンツ、東京ヤクルトスワローズ、広島二軍と先発無失点を続けていたが、最終テストで炎上し、開幕ローテから漏れた。二軍公式戦では先発で4連敗するなど調子が上がらず、5月22日に昇格して、同日の対阪神タイガース戦に先発したが3回で、越された。 続く5月27日に中継ぎ登で1イニングを三者凡退に抑えたが、真原高弘の1軍復帰により6月3日に2軍降格となった。降格後は2軍の先発として調子を上げ4試合連続で、高騰していたが、7月5日の試合で3回顧され、7月15日に西戸崎室内練習場での練習中に、ノックのボールを踏んで、左足首を痛め、 同日福岡市内の病院で検査の結果、左足首靱帯の断裂と診断され、7月22日に福岡市内の病院で、縫合手術を受けた。周期キャンプから国母有機の個人トレーナーだった山尾真一と個人契約を結んで、肉体改造を行った。2006年4月13日に一軍へ昇格すると、 同日の対ロッテ戦で5回を1失点に抑えて965日ぶりの勝利を挙げた。5月6日の対西部戦で関東勝利したが、交流戦で3連敗して5月28日に,に軍降格となった。6月28日に昇格すると、準本拠地北九州市民球場で初先発し、4回まで1安打無失点と抑えたが、5回先頭から、 3安打と崩れて3点目を奪われたところで降板となった。7月16日の対日本ハム戦では初回に3連続支給があったものの9イニングを2安打に抑えて、プロ入り初完封勝利を挙げ、病床の大監督から祝福の電話を受けた。8月5日の対千葉ロッテ戦では、初の10奪三振を記録した。 8月19日以降の先発で3試合連続5回、持たず3連敗を喫して9月4日へに軍降格となりそのまま、レギュラーシーズンを終えた。同年は、城島健二の遺跡により、山崎・勝美とのコンビで復活を果たしたが援護に恵まれないことも多く13試合で3勝5敗、マトバ・樹と組んだ2試合はいずれも5回持たず越され2敗だった。プレーオフでは、 中水園で離脱した荒垣渚さに代わって10月9日の第1ステージ第3戦で急遽先発して5回イニングを投げ3安打中村豪也に許したソロ本塁打の1失点のみの高頭でステージ突破に貢献した12月5日に田村人ととのトレードで横浜ベイスターズへ移籍した横浜時代勝利投手となりファンにハイタッチする 2006年、12月7日に入団会見を行い、12月15日に、背番号が24に決まった。2007年、開幕1軍入りを果たし、抹消されることなく1軍ローテーションを守った。開幕第4戦となる4月3日の対、広島東洋カープ戦で遺跡後初登板、初先発し、8イニングを4案第1支給、島敦信の,のソロ本塁打のみに抑えて、 遺跡初勝利、セリーグ球団から、プロ初勝利を挙げた。続く4月10日の対ヤクルト戦では、本拠地、横浜スタジアムでの初勝利を挙げ、4月28日の対中日戦では、内野ゴロでプロ初打点を挙げ、投げては、開幕4試合で、無傷の3連勝だった。5月4日の対中日戦で遺跡初黒星を、喫したが、 続く5月10日の対ヤクルト戦では遺跡後初、関東勝利を挙げ、藤井修五からタイムリーダーを放って、プロ初安打も記録した。その後3連敗して迎えた6月5日のソフトバンク戦では、和田武史と投げ合い、田村にも安打を許さず、古巣から初勝利を挙げた。夏に調子を崩し7月8月は9試合で三勝六敗だったが、9月16日に、 プロ6年目にして、初の2桁勝利を達成した。9月28日の本拠地での対ヤクルト戦では9イニングを3安打に抑えて、自身初の無四球完封勝利、遺跡初完封勝利を挙げた。続く10月5日の対ヤクルト戦でも9イニングを2安打に抑えて、自身初の2試合連続完封勝利を達成し、チーム単独トップの12勝目を挙げて、 チームの前年再開から4位浮上へ貢献して、シーズンを終えた。12勝中6勝が、ヤクルトから荒稼ぎし、巨人には4戦4敗だった。27試合で5回持たずの交番は1試合のみで、QS 率は63.0%、うち25試合で、相川良二が先発マスクをかぶり11勝11敗だった。周期キャンプでは、 特殊中に右足首を捻挫してリタイア第1号となった。2008年3月28日の大阪神戦で自身初の開幕投手を務め3回まで完璧に抑えていたが右手が痺れるアクシデントで逆転タイムリーを許して4イニングで降板して敗戦投手となった。続く4月4日の対広島戦でプロ初先発マスクの同級生 斉藤俊夫とのコンビで一勝したものの、他の試合でも足がつるなどして4月は、先発4試合で一勝3敗、防御率4.29だった。抑えに予定していたトラビス・ヒューズが不調だったことから、大谷昭彦監督は、寺原の了承を得た上で4月27日の対、広島戦で抑えとして起用、セリーグからは、初となる6年ぶりのセーブを挙げ、5月中旬には、 ストッパーに固定する方針となった。6月17日には自身と、真田裕樹畑祐二の3人の2001年ドラフト1位が1、軍に揃う陳事が起きた。なお、真田と、畑は寺原が、ドラフトで競合された際にくじを外した巨人と、横浜がそれぞれ獲得した、いわゆる外れ1位である。7月6日の大阪神戦で、 林武史介の打球を受け右足すねを打撲して3度目のセーブ失敗となったが大事には至らず7月9日以降は5連続セーブを挙げた。7月14日には監督推薦によりオールスターゲームに初選出され8月1日第2戦で7回から登板して初出場を果たし1イニングを無失点に抑えた。 9月23日の大阪神戦では、プロ初ホールドを挙げた。チームが、年間100敗ペースの弱さで、登板機会が少なく、10月2日の対中日戦では、中8日での登板で、李平慶に勝ち越し、スリーランを打たれてチームは13連敗して90敗目を、喫した。最終的にリリーフ登板37試合45回、2、3で、防御率2.76。 ホイップ0.88、22セーブ1ホールド、2勝6敗だった。セーブ成功率は84.6%で4度の、セーブ失敗はいずれも逆転負けした。同点からの当番後試合は2勝2敗1、ホールドだった。シーズン終了後の10月中旬時点で、来季は先発に戻ることが決まった。オフの契約公開交渉では、急な配置転換による、 スクランブル手当てとして2000万円増の年俸8000万円で公開した。2009年、キャンプは2月21日のブルペンで、右内転筋の張りを感じて離脱して出遅れ、3月8日の教育リーグで、実戦復帰して開幕1軍に間に合い開幕4戦目に、先発したが5回と中古で敗戦、4月14日に1勝目を上げたものの、 三戦目の後に左膝を痛め、さらに背筋痛で、出場選手登録を抹消された。7月3日に一軍昇格して7月15日に2年ぶりの、関東勝利でチームを4連勝に導いたが、同年もチームが弱く復帰50試合で1勝6敗に終わった。9月1日の大巨人戦では、右肘の違和感で4回降馬にし、9月2日に、 抹消されてそのままシーズンを終えた。先発13試合で2勝7敗だったが、防御率3.90、QS 率53.8%と試合は作った。5人の保守とコンビを組んだが、いずれも勝ち越すことはできなかった。2010年、かつてのコーチ、小花隆夫が、自軍の監督に就任するも、2月6日のキャンプ中に、右太もも炎症で別メニューとなった。 3月9日に登録名を、寺原隼人に変更することが発表された。開幕は1軍で迎えて、開幕第2戦から、ローテーション入りした。4月8日の対中日戦では、エドワード・バルデスから、プロ初の長打となる2点タイムリー2塁打を放つなど、活躍して、同年初勝利を挙げた。4月20日には、日南、大英での同僚、井手翔太郎が横浜に移籍して、 再び、チームメイトとなった。5月4日の試合中に、右肘の違和感を訴えて降板し、5月5日に、横浜市内の病院で、検査の結果、右肘付近に、筋肉の炎症が見られたため同日、出場選手登録を抹消された。ここまで、先発6試合で3勝2敗、防御率2.92、QS 率57.1%だった。 約2ヶ月と復帰に期間を要して6月22日に一軍昇格したが、その間に離脱した牛田茂激の代わりにリリーフ起用されることが決まった。しかし同日の対中日戦2点ビハインドからの当板で日誌から連続本塁打を浴びて、わずか1試合の当板で6月25日にに軍降格となった。 9月3日に再昇格して12試合に登板したが、うち6試合で失点するなど結果は残せなかった。中継ぎ13試合14イニングで、防御率5.79、ホイップ1.86だった。オフの12月5日に、高宮和也と共に、山本翔吾、北強との交換トレードでオリックスバファローズへ移籍することが決まった。 オリックス時代2010年12月16日に入団会見を行い、背番号は大英時代の20、登録名も寺原隼人へ戻すことが発表された。2011年4月13日に一軍登録され、同日の開幕2戦目である、本拠地で対ソフトバンク戦で遺跡初登板、初先発し、昨年まで、 わずか出場3試合の4年目、伊藤光とのバッテリーで遺跡5発完封勝利を挙げた。4月27日の対千葉ロッテ戦では、自己ワーストの1試合8失点を喫したが、5月4日の対日本ハム戦で2度目の完封勝利。その後、前田大輔と組に連敗したが、5月23日には、プロ入りして12連敗していた巨人から敵地。 東京ドームで9回1失点の関東勝利を挙げた。5月31日の対横浜戦では、更新ヘルペスを発症しながらも6回を無失点に、抑えてフルスから遺跡後初勝利を挙げた。6月6日には、プロ入り8連敗の対阪神戦で9回1失点、関東勝利を挙げた。6月14日の対横浜戦では、トレード相手の山本翔吾と投げ合い、 8回無失点で勝利した。7月4日には監督推薦により2度目のオールスターゲーム出場が決まった。7月8日の対西部戦でも勝利し、自己最多の7連勝を記録した。この7戦7勝期間の先発マスクは全て伊藤、光だった。しかし伊藤光が打撃不振と脳震盪により7月12日に抹消され、1月に 横浜から移籍した斉藤敏夫とオリックスで初バッテリーを組むことになった。7月15日の大楽天戦では近鉄を含む13、球団からの勝利をかけて臨んだが、味方打線が完封を喫して敗戦した。救援前で登板機会がないため7月16日に登録を抹消。7月22日のオールスターゲーム第一戦で先発して、 プロ野球史上74人目両リーグ出場を果たし、3イニング打者10人に、対して1アンダ無失点の投球で、関東選手賞を受賞した。7月29日に一軍登録されて、同日の試合で4年ぶりとなる2桁勝利を記録したが、試合中に右肘に痛みを感じて8月4日に、右肘の張りにより、出場選手登録を抹消された。 8月14日に、最短で最昇格し、再び、伊藤光とのコンビで5試合すべて 9S 達成で、無支球関東勝利を含む2関東を挙げたものの1勝3敗と、負け越し、以降は、他の保守と組んだ。9月28日の対千葉ロッテ戦では2回に、角中勝也の打球を、左太ももに受けながらも9回を2安打1四球と、完封し、 自己最多タイの12勝目を挙げた。以後2試合は10月10日に中4日の登板も1回、に3で5失点し、遺跡最短固されるなど試合を作れず、最後の登板も背筋痛で登板を回避し、チームは一猛差で、クライマックスシリーズ出場を逃した。最終的には170回1。 3を投げ12勝7関東3関風、q s 率72.0%で終えた。伊藤光と組んだ16試合は10勝5敗だった。オフの12月12日の契約公開交渉で2500万円増の、年俸8500万円で公開した。2012年、春季キャンプ2月13日に右肩に針を訴えて、 宮古島市内の病院で検査を受け、さらに、右太もも裏痛で調整は遅れたが、開幕1軍に間に合い、開幕第3戦の対ソフトバンク戦に先発して7回、2失点と後頭も援護がなく破れた。4月5日の飛行機移動の際に腰痛を発症して4月7日に、登録を抹消された。5月4日に再昇格したが、 開幕3連敗を起死し、当番機会がないために2軍で再調整となった。5月26日に1軍復帰してからは、連勝。6月30日の大地バロッテ戦では、完封勝利を挙げた。救援時期の7月15日に抹消され7月27日に、再昇格して連勝したが、調子を崩して8月23日に2回7失点こされ、右肘の炎症で、 翌日8月25日に抹消され、そのままシーズンを終えた。最終的には16試合に登板して、QS 率は62.5%、6勝、止まりだったが再開のためチーム3位の勝数だった。同年も主に伊藤光、斉藤俊夫とバッテリーを組み、前年と同じく他の保守では一度も勝てなかった。11月14日に故障者選手。 特例措置制度によって得たフリーエージェント権を行使し、11月24日に7年ぶりのソフトバンク復帰を表明し、かつてのトレーナー山尾慎一との再契約も結んだ。2012年12月4日に入団会見を行い、背番号は保ワ和幸が1シーズンのみ着用していた11に決まった。 三年契約で二年目まで年俸8500万円で、固定の年俸総額4億円で契約した。2013年、3月15日のオープン戦で、背中の針を訴えて、途中降板し、検査で異常はなかったが、リハビリ組へ合流し、開幕ローテーションから漏れた。山田大輝、東浜居の相次ぐ二軍落ちで、当初の予定より早めて4月24日に一軍へ、 昇格し、同日の対日本ハム戦で、古巣復帰後初登板、初先発を果たしたが4回途中で越された。保守は山崎勝美で、ツーシームを大投げして通打された。同試合で、福岡のホークスファンから、横浜へ帰れなどのヤジが飛び、自身の都合で、福岡の小学校へ転校させた2年生の息子まで、学校で、ダメだったねと言われて奮起し、 5月1日の対、西武戦では、細川通とのバッテリーで、ツーシームを封印して8回を1失点に抑え、移籍後初勝利を挙げた。5月29日の対巨人戦の6回に左腰を痛めて、途中交番にし、5月30日に登録を抹消。5月31日に、福岡市内の病院で、検査の結果、左第11。 12六冠筋の軽度肉離れと診断された。7月9日に再昇格し、13球団勝利をかけて、再び大楽天戦に臨み5回までに安打無視球無失点と高騰6回に捕まり2点リードにし万塁で降板した。しかし金子啓介の2度のタイムリーエラーによって、勝利はつい得た。 8月6日の対ロッテ戦では続投をおじきそし、9回を1失点に抑えて遺跡5発関東勝利を挙げた。続く8月13日の対西武戦の3回に、右膝に力が入らないと異変を訴えて、途中交番にし、8月14日に、羽れが引かず登録を、抹消、9月10日に再昇格し、以後は、毎度右膝に溜まる水を抜きながら登板することになった。 台風18号の影響で当日空港から、球場へ直行となった9月17日の、大楽天戦では無失点で迎えた3点リードの5回に、捕まりケーシーマギーに逆転満塁本塁打を浴びて13、球団勝利に失敗した。9月25日のフルスオリックスとの試合に敗れて、同年の対戦成績は3戦3敗に終わり、同時に、チームの優勝の可能性も、 完全に消滅した。最終的には4勝7敗と負け越し、防御率も4.65、QS 率も37.5%と結果を残せなかった。細川とは11試合組関東勝利など試合を作る日が多かったが2勝4敗と負け越し、山崎と組んだ5試合では大量失点が多かったが2勝3敗だった。オフの12月7日に、 プロ1年目につけていた背番号20へ変更されることが決まった。2014年、オープン戦は好調ではなかったが、東浜巨、大場翔太を押しのけて4月2日の開幕第5戦から、ローテーション入りし、同日の対日本ハム戦で、通算戦闘9回を達成した。プロ入り後通算6敗で迎えた4月16日の大楽天戦で7回を1失点に抑えて、 工藤君康、杉内俊也に続く NPB 史上3人目の13球団からの勝利を達成した。4月30日の対オリックス戦で4回途中ことなり、5月1日に2軍降格となった。ウエスタンリーグでも被弾し、右膝の違和感が消えず、5月12日に福岡市内の病院で精密検査を受け、5月27日に 右膝軟骨損傷による内視強化デブリードマン手術を受けた。100%感知する手術ではなく、翌年以降も毎週膝に溜まる水を抜き、ヒアルロン酸の注射が必須となった。同年はわずか5試合にとどまり1勝4敗に終わりながらも、QS 率は60%だった。敗戦した4試合はいずれも1回、2回に先制点を奪われて、本塁打も浴び。 味方の援護も2点以下だった。5試合で基本類打8と、9イニングあたり2.60本と、数字からも異変が起きていた。なお、全5試合の保守は、同年により、移籍加入した、鶴岡深也だった。オフの12月3日の契約公開交渉で、減額制限を超える47%ダウンを、年俸4500万で公開した。2015年。 二軍で中継ぎからの調整となったが先発でも結果を出し、5月5日に一軍へ昇格して、同日の対千葉ロッテ戦で先発して5回1、失点と高騰、自身の勝ち星は消えたものの工藤君康新監督の誕生日での勝利には貢献した。5月16日には、対西部戦の延長11回同点の場面から、登板して、打者6人を完璧に抑えて、 引き分けを勝ち取った。同点、リードした場面でのリリーフは2010年9月以来だった。5月24日から先発に戻り、6月7日の対巨人戦では同日まで6勝を挙げていた高木隼人から横浜時代以来の2点タイムリーダーを放ち、投げては7回に安打1失点の高騰で先発3連勝を果たした。2016年。 4月24日の第日本ハム戦でリリーフとして今季初登板5月3日に同じく第日本ハム戦においてリリーフで今季初勝利を飾るも状態が上がらずリハビリ組やファームでの調整が続き今季はリリーフ起用のみのわずか14試合の一軍登板に止まる2017年リリーフでの起用が多かったが4月23日の楽天戦で 初先発をするも4回途中古で敗戦投手になる。先発3試合目の5月7日のロッテ戦で初勝利するも炎上する日々が続き5月21日の西部戦で住谷銀人狼に危険球を与えて退場処分となって二軍落ちした。古巣横浜 DNA ベイスターズとの日本シリーズではベンチ入りを果たし10月28日の第一戦。 9回表にて、自身日本シリーズ初登板を経験した。シーズンオフの12月8日、福岡ヤフオクドーム内の球団事務所で、契約公開交渉に臨み、700万円ダウンの年俸4500万円でサインした。2018年、リリーフ専門で21試合に登板し、防御率2.38と結果は残したが、11月4日に球団より、 戦力外通告を受けた。ヤクルト時代2018年11月27日、東京をヤクルトスワローズが寺原との来期契約についての基本合意に達したと発表した。年俸は2200万円。背番号35。2019年は開幕から先発投手として起用された。4月11日の広島戦で5回に、 3を投げに失点に抑え、ヤクルト遺跡後初勝利を挙げた。9月17日に現役を引退することが発表された。2020年1月より活動を本格的に行う沖縄県に設立された琉球ブルーオーシャンズの投手コーチを務めることが発表された。参考にしたいコーチとして名前を挙げたのが2007年から4年間。 横浜で指導を受けた野村弘樹で野村さんは選手を見ながら練習メニューの指示をしてくれていました。例えばある選手が苦手なメニューはそれをやらないで済む別の練習法を提示してくれていました。僕は基本的に円投があまり好きではなかったのですが野村さんは練習を見ながら円投はそんなにしなくていいけどその代わりにこれをやっておきなさいよという風に 的確な指示をしてくれましたと述べている。2021年シーズン中、琉球球団の選手、コーチら合わせて15人が、新型コロナウイルスに感染したことが発表され、球団規律に反する行為があったことも、判明していたが、寺原自身は陰性であり、規律違反も犯していないことを、自身のインスタグラムで報告した。同年10月12日、 契約期間満了により退団することが発表された。同月21日、2022年より、プロ野球独立リーグ、九州アジアリーグに参戦する新球団、福岡北九州フェニックスの投手コーチへの就任が発表された。高めのスリークォーターから、平均球速時速1 4 6トル、プロでの最速時速ロメートルの、ストレートが持ち味である。 一方でプロ入り当初は目立った変化球がなく直球に頼った力投型だったが横浜移籍前年2006年から請求を重視するようになり横浜移籍以降からは直球に変化球を織り混ぜて緩急も使った頃で打ち取るスタイルへと変わっていった球種はプロ1年目の時点でスライダー高速カーブチェンジアップがあり チェンジアップは2001年のワールドカップで藤井修吾から教わった。2003年からスローカーブとカットボール、フォークボールを使用し始めた。2004年は横滑りと大きく曲がる2種類のスライダーを使った。フォークは高校の練習で試していたが中指が短いという理由で諦めていた。さらに2006年にシュート2008年オフに。 特殊な握りの高速フォークを習得した。2011年は時速1 4 0トル台の高速縦スライダー、2012年秋からツーシームを投げ始めた。2013年秋には加藤新一コーチからパームボールを習い、それを参考に2014年の2月にはフォークに近いチェンジアップも身につけた。請球は甘く。 12年目の2013年7月時点でも、高山育夫コーチからインコースをつく、制球力が課題と指摘された。柔らかいマウンドが好みであり、同僚の大場翔太も寺原が柔らかいマウンドが得意だと述べている。オリックス時代は硬さを調整していた。1年目は下半身の筋力不足から肩の開きも早かった。自身のフォームを忘れやすく、 2004年1月の和田、岳との自主トレでは、和田風のフォームへと変更してしまい、春季キャンプで修正することになった。同年の春季キャンプでも肩の開きは改善されず、2005年の春季キャンプで、小花コーチから高校時代のフォームを見せられマンツーマンで修正に、取り組み一旦は成果を上げたが、2軍から戻ると、重心の高いフォームとなりリリースポイントも、 バラバラになっていた。2006年は、キャッチボールの基本動作から強制して、スムーズな体重移動へと変わり、2007年春は、フォームに悩むことがなくなった。2010年春にさらに安定したフォームを手に入れたが、オープン戦で1試合6盗塁と問題が発覚。4月に、左肩が動く癖を修正したが、同月末にも1試合6盗塁を許す。 2011年には投球テンポを早めることで安定化を図った。また同年は投球姿勢に悩んでいたが2012年からノーワインドアップに一本化することを決めた。2014年春に左足のインステップ矯正を行った。2013年に膝を痛めて力が入らないことが増え2014年の膝手術以降2015年から 右膝の負担を減らすために体重を落とし、膝に負担のかからないフォームを模索した。工藤君康監督からは、左肩が開くことで、シュート回転する癖を強制する指導を受けた。クイックモーションでの左足を上げてから本塁までの、投球到達時間は2010年時点で1秒14、とプロの中では早い。また、プロ1年目から牽制、1塁へのベースカバー。 バント処理などのフィールディングが課題で、9年目、2010年時点でも改善はされず、ミスから冷静さを書き失点していた。趣味は、釣りで、城島健治、マハラ高広らと2005年1月からのさせ保市での自主トレ期間中に行っていた。2013年1月11日の唐津市でのマハラとの合同自主トレ中に、自身の FA による、 人的保障がマハラであると直接本人から電話で知らされショックを受けたが、マハラの意向により自主トレは予定通り行った。高校3年時のワールドカップ出場の際に中村隼人にひげを伸ばすように勧められて興味を持ったが、新人合同自主トレ中の商品撮影でも伸ばしていたため自身の担当スカウトから寮長となっていた。 河野隆志公に身なりを整えるよう注意を受けた。2004年8月頃には再び生やしており、2013年は小さい頃から好きなプロレスラー、武藤慶治をイメージしてセットしていた。中学校時代はおとなしい性格を克服するために生徒会長に立候補し、文化祭ではバンドを組みドラムを担当した。プロ1年目のコーチキャンプでは302個の バレンタインチョコが届いた。また同年の福岡ドーム初勝利の際に、高卒ルーキーの初勝利は、ハイタッチするから、マウンドに走れと、大越始めに騙されて飛び出し、チームの爆笑を誘った。2002年3月に、ウィズンから、テラハラ弁当、テラハラ丼の2種類の弁当が発売された。水島真二の漫画、ドカ弁プロ野球編では、 実在選手としては唯一、裏表紙に描かれたことがある。小学校4、5年生の時の野球教室で、原辰則、桑田雅美、斎藤正樹、牧原博美から指導を受け、日南学園の小川監督が、東海大で、原の先輩だったこともあり、ドラフト前の面談で、原は2度宮崎を訪れた。ありがとうございます。